こんにちは、アトラスです。はい、今日はですね、三強の両替機、SGK の SE801 のご紹介ですね。はい、じゃあ正面からいつものようにちょっと汚れとですね、傷の方を見ていきましょう。まず正面はですね、目立った汚れと傷はありません。比較的綺麗ですよね。デザインもすごく、紫を基調になかなかかっこいいと思います。はい、正面右側ですね、向かって右側。はい、じゃあちょっと型番と、製造番号をちょっと見ていきましょうか。製造番号は340ですね。はい、SGK の SE801 タイプですね。はい、あと横は傷汚れありませんよね。はい、じゃあこの後ろ見てみましょう。後ろはですね、ちょっとへこみがあります。1箇所、2箇所、3箇所ですかね。まあ目立った大きい傷じゃないんですけれども、ちょっとへこみがあります。あと傷がちょっとありますかね。あとまあこの辺の汚れ、傷とはありますけども、こちらの方もそう目立ったものではありません。はい、今度最後は向かって左側見てみましょうか。左側はまあほとんどないですね。まあこの辺汚れもちょっと取っていきますので、この辺も、目立った汚れはなくなると思います。はい、じゃあ正面戻してみましょう。正面ですね。今度ちょっと中見てみましょうか。はい、ちょっとですね、こうと立て付けが悪いというか、まあ気にはならないんですけども、ちょっと若干締まりが悪い時があります。まあ、ほとんど気になりませんけども、まあ大丈夫だと思います。こちらの方で、当社の方で直しましたので大丈夫だと思います。はい、中ですね。中ちょっと識別機の方からちょっと見てみましょうか。識別機、まあここちょっとフックを外して表に引っ張り出して、結構綺麗ですよね。若干ちょっと使用感ありますけど、まだまだ十分使えると思います。はい、今度はこっちですね。スタッカーの方を見てみましょう。スタッカーもまあちょっと使用感あるんですけども、こちらも全然大丈夫だと思います。まだ十分使えると思いますので、こんな感じですかね。はい、それではですね、いつものようにちょっと動作チェックをしてみましょう。電源をちょっと入れます。はい、そしたらですね、スイッチここですね。はい、ここにスイッチあります。はい、そしたらですね、ちょっと説明しますけども、ここをちょっと引っ張り出してですね、そのまま手前に引いてください。はい、そしたらここをカチャンと閉まるまでですね。はい、そしたらお札をきれいに揃えて入れてください。ある程度、そうですね、最低400枚、40万ぐらいないと、きれいにならないので、30万40万ぐらいは入れてください。はい、そして終わったらですね、両手でここをピッとやると上に行きます。はい、で閉めるときなんですけれども、閉めるときは必ずここをですね、中に入れて閉めてください。はい、今の音がしたらセッティング完了です。はい、じゃあ今日はですね、ドアを開けたままちょっとケースしてみますんでね、両替してみます。はい、じゃあ1万円入れてみますね。はい、10枚入れてきます。まあこれもう数は数えませんので間違いないと思いますので、はい、もう一回行ってみましょうか。はい、これ50回以上点検してます。かなり綿密に点検してますので問題ないと思いますので、はい、じゃあ今日はですね、三強の SGK801 ご紹介です。この両替機ですね、非常に、流通しててですね、中身同じものがたくさんありますので、故障の場合もですね、当社の方に売ってもらえれば、部品の方あるときはお出ししますので、修理とですね、故障のときは言っていただければこちらで対処いたします。故障はですね、いつものように1週間つけますので、ホームページをご覧になってください。詳しくはそちらの方に全部書いてあります。はい、じゃあ今日は三強の両替機ご紹介しました。ありがとうございました。